今日はこの子ですもん。YouTube を見てご来店いただきました。ありがとうございます。お前はアホか。なんでやねん。そこまで言うことないやん。何を普通に言ってんねんな。普通に言いましたんよ。そんな感じやね。ポツあるって感じですね。で、橋も開ける。トイレ、片付けて、パテ。何でついてんのか知らんけど。いますね、チギやな。ボンドかなんか止めてんのかな。FRP じゃなかった。ここ見て。こことここ、2箇所。ここか。あ、なんか出てる。そう。ビスで止めて、穴埋めてんねん。あ、へぇー。PIC チャンネル。なんか出てきた。止まってる。パテか、パテで埋めてんのか。パテっていうよりもこれあれやな、なんかセメントみたいな感じやな。セメントみたいな感じ。色もなんかギラギラしてるし。なんやこれ。アルミパテにしてはえらいギラギラしてんな。セメントやなこれ、ほぼ。建築用パテみたいな感じか。まあ一つ上のは日本のパテじゃないねこれ。そうですね。すごいですね。スムージングってやつやね。ああ。こんな感じなの面白いね。すごいですね。もうここも腐食してきとるなちょっとな。はい。取らな。よし。まあ一世一代のカウンタック。はい。根気強く行こう。はい、はい、頑張ります。 BIC で綺麗にしよう。はい、じゃあ頑張ってください。硬い。硬いな。時間かかってんもんな。もう全貌が明らかになってきたな。裏がやっぱ。ああ裏。裏の。ああ。穴開いてんな。あうわうわうわすごい。もうほんまここのビスだけで止まってる感じやな。でこれもなんか多分アルミパテ、うん、アルミの中入ってて、はい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 、うん、こんななってんねや。ほんま鉄工所で作ったみたいな感じやな。ちょっと鉄工所して液入れてやったもいいんちゃう。ちょっとそうやな。些細な抵抗やけど、それぐらいしかやりようないもんな、ね、アルミの素材も多分現代のアルミの素材と違うやろ多分。カウンタックの全貌が明らかにすごいわ。まあ当時の50年前の技術で作ってるやもんな。これドアすごいですよね。ヘミング加工ってやつやな。ドアの端っこを折り曲げてやるのと一緒やな。にしてもすっごいヘミング加工やけどな。鋭角にパキッと折ってるからな。こっちはめっちゃ綺麗なんですね。まだ。あ、ほんまや。ほんまや、こっち綺麗にヘミングできてるな。なんでこっちあんまりヘミングできへんかったの。浮いてきてるじゃないですか、もしかして。旅かなんかでもしかしたら外れてきたって感じか。そやな、ヘミングっていうよりも圧着みたいな感じやもんな。おお。
見なきゃ分からないですよ。ほんまやね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ぐらいはあんのかな。歴史やな。そうです。まあまあ裏側といえども手を抜かずにきっちりね、はい、やりましょう。これ3倍ぐらい重たなってんじゃん。せっかくアルミで軽いのに。あーかもしれないですね。なこのバテのせいで全然軽さがなくなってんじゃん。全部めぐったらむっちゃ軽くなるかもしれないですね。やろう。バテって意外と重たいからな。重たいですね。 FRP とかも。はい。オッケーオッケー。今のところこんな感じやね。まだもうちょっとめくっていく感じ。もうとにかくこっちめくってやんな。やし、もう端固定していった方がいいよな。もう両端だけ、うん、あの駅入れようかなっていう感じで。駅入れてちょっとな、はい、木版かなんかどついてみて強度大丈夫かどうか見て。そう、うん、でからもう一回ちょっとところどころ貼っていくから、うんうんうん、やるかな。 OK 頑張ってください。はい。そうですね。あと横の三角っぽいとこ。これね、調色器って言って、まあはい、ボディに当てて読み込んで色をこの色ですって判断してくれるんだけど、はい、3回押すんよね、はい、でこれ3回っていうの意味があって、例えばドア塗りますってなった時に、はい、クォータードアフェンダーってやる人もいてるね、はい、そうすると色の違いが出ても、はい、間取ったりしてくれるっていう優れものだよね。はい。あ、優れもの。あ、ごめん、ふざけて思った。で、はい、今回、まあ普通で言ったらこことここの隣接が近いから、はい、こっちなんだけど、うん、こっちも塗るから。そうよね、その上面っていうか上の面。ここの色違い。うん、もう捨てがたいよなとか思いながら。そうですね、うん、上も通すでしょ。そう、間取ってやってもいいんだけど、うん、まあもうこれね感覚クラスやから正直もう全部の一個一個の色作ってもいいんだけど、はい、そうかな。一旦じゃあフェンダーのとボネットの色でいこうか、はい、ここのね、ちょっと待って、ここ多分塗るな、ここまで。そう、塗るイメージしとかなあかんのよ、最終的に、うん、多分ここ塗るな。ここぶち切ってるんよね、マスキングで。段差があるね。そう、そっちは切ってないよ。ちゃんとここが1枚、うん、ここまでがフェンダー、うん、で、ここからこっち切ってるから、ここはね、こっちやるから一旦、ボンネットで合わせます。で、様子見る感じでしょうか、うん。お客さん、はい、お客さん来たからいただきましょうか。はい。PRC チャンネル。とりあえずできました。はい、カウンタップ YouTube 書いてます。で、今から作った色を、はい、このテストビーズに吹いていきます。はい、はい、これは1枚目。とりあえずテストピースに作った色を塗ってみました、はい、で今見てます。緑っぽく見える色いたわ。もっと白やな。
白足してもう一回作り直します。これが何回目でできるかどうかで決まるみたいな、うん、なんだったら多分 2,3 回で終わるんだけど、ちょっとさすがにこいつは、BIC チャンネル、どう？だいぶいいんじゃん。こっちが1枚目で、うん、こっちが2枚目、こうした方がいいか。1、2って書いてますね。何入れたかって、白と赤。ああ、ちょっと赤み出ちゃった。でも一つだけ言えるのは、うん、絶対今日は無理やね。一日で朝食は無理だわ、うん、今とりあえずブースで感覚見て、はい、夜、はい、帰り際に水銀灯で見る、はい、雨の日見る、はい、外で、はい、曇りの日見る、この3つはやらないとダメかな。今日晴れやから、うん、ここまでにしとくわ。だいたい人間のやることだから、はい、この辺でいいかってのあるんだけど、うん、ぼかしたりとかね、僕がたまに動画で言ってるいざっていう時が今なんで、こんなファンタック濡らしてもらうことなんてないんで、人生多分悔いのないように。うん、でもだいぶ近づいてきたね、うん、じゃあもうちょっと白を足して、白を足して黄色かな、白やな、何しか白い黒をちょっと近づけたいね。白黒を近づけて、次は水銀灯の下で見ようかな。はい、はい、じゃあここも今日の朝食は一旦ここまで止めて、はい、ちょっと別の仕事します。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。どんな感じですか？いや、いいとこまで行ってるよ。水銀灯とかの下で見るのとか全然違いますね。お日様のとこ出したりとか、暗いとことか。ずっと見てると何が慣れてくるんだよ、はい、一瞬見えるもん。絶対騙されたらダメっていうか。ちょっと違うとこ見てから目戻すって感じですか？そう、さりげなくパッて見た時の感覚が、はい、結構わかるよね、俺の場合。あ、人の車とかそうやんか、はい、パッて見た時に黒とか白とか、はい、そんな感じで見るのにずっと見てると目が慣れてきて、うん、白いのか黒いのか分かりにくくなるよ。なんかこうちょっと違うとこ見て、
3って書いてるけど、もう3枚目ですか今これ、うん、あ、すごい、3枚目でここまで。誤解を恐れずに言うと、うん、ポルシェやったらもう行くかな、これで、うん、値段でっていう話じゃなくてね、うん、パンタックってさ、はい、ないやん日本に、そんなに、はい、多分ほとんどの人はこれ BRC の細田が朝食した色やなって見ると思うのね、はい、っていうこのプレッシャーを戦ってます、はい、いや本来そこに集中したらあかんねんけど、うん、これおすげえな色やっぱ合わせてんなって言われたやん、はい、さらに喜んでもらうのは当たり前、そんなチラ見素人やったら絶対分からんねんな、もう分からんとこまで来てんねん、はい、ちょっと素人。ちなみに入れるとしたら何色って感じますか。それを分かったらそれが分かったら話早いわ。白かな、白ぶっちゃけ。でもさっき、はい、多分さっきのシーンで2枚目ぐらいやったと思うけど、2枚目だったと思うけど、はい、から1滴だよ白入れたのこれ、このレベルで朝食してるからね。1リッター作ってんだけど、一応多めに、はいはい、1リッターに対して白を、はい、まあ、1滴ちょんって入れて今もう一回見てるから、だ普通の塗装師からしたら、はい、そんな味変わらないのみたいなところの世界で今朝食してます。変わるんですよね、その一滴で。白特にね、魔法の一滴っていうんだけど、まあええわ。とりあえず夜このシチュエーション、はい、結構好きなんよ、はい、ここは夜で外が暗くて、はい、で LED だけが間接で当たってる感じが好きで、はい、あと曇りの日かな、うん、曇りの日にもう一回一滴二滴調整して、こっからがでも長いんよね。一滴入れて一滴入れて一滴入れて、多分あと5回ぐらいやらなかったかな、うん、白やな、やっぱ白や、うん、全部違うからね、色微妙。違いますね。今ここで見てるけど、さっきはこっちで見てたんです、はい、こっちで見て、屋根で見て、ボンネットで見て、はい、で、どこで見ても、おお、いいですねってなったら塗ろうと思ってる、うんうん、やることは一緒ですからね。届き物です。開けていいんですか。はい、どうぞ。うわ、靴。はい、来ました、早速。やった、靴がポロポロの靴履いて動画に上げたからそれを見てまだね、まだ履いてる。おい、まだすぐ履き替えろやった。あ、誰から。アディダス、アディダスさんですね。アディダスさん、まあ、当然アディダスさん。アディダスなんで、はい、仕事にはもったいないぐらいのいい靴だね。もったいない、え、これ私服だったの。もったいない。いやいや、そこはもう仕事で使おうよ。いやいや、せっかく送ってくれてるわけだし。いいよ。だから靴をね、汚さないように仕事したらいいんですよ。わかる。プロって清潔感を保って仕事するのが本当のプロやから。そうやな、ちょっとカメラ撮ったちょっとカメラ撮れるもんなら撮ってみよう。ちょっと待って、社長の靴も写して。
よ。俺10年ぐらい履いてるからこれ。いやなんでやねん、なわけないやんか。物を大切にする人やから。そうらへんやんか。塗装塗装紙は仕方がないね、靴は汚れんの。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いつもぴったりだ。はい、よかったですね。あれギリギリ編集で部長がややこしい指で なんか22かなんかやって、編集者の方が 22.5 ってどっちですかみたいな、ちょっと怒ってたからね。ごめんなさい、ややこしいジェスチャーすんじゃねえよ。22センチです。ぴったり、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これでまた仕事頑張りますね。頑張ります。はい、ではアリナさん、アリナさん、ありがとうございました。ちゃんと届いてますね。はい、じゃあ閉めてください。いってらっしゃい。ありがとうね、バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。